英語のリスニング試験は、受験生が IC プレイヤーから流れる音声を聞いて筆記で答えるものです。大学入試センターによりますと、今日行われた英語のリスニング試験で、受験生が IC プレイヤーの不具合を訴えるなどのトラブルが全国で相次ぎ、夜10時現在の情報では、少なくとも全国227の試験会場で381人が再テストを実施したということです。リスニング試験は去年もプレイヤーの不具合が相次ぎ453人が再テストを受けています。